はい、どうもこんにちは。ラルドチャンネルのラルドです。ご視聴いただきありがとうございます。さて、今回の動画はこちらの動画の続編になっております。はい、いよいよですね、ハンドメイドルアーに塗装をしていきたいと思います。はい、やはりですね、既製品にはない色合いですとか、カラーパターンというものをですね、手に入れることができるというのがハンドメイドルアーを作る大きな理由の一つになっていると思います。非常に楽しみな工程でもあるんですが、同時に失敗しやすい工程でもありますので、この動画を参考にしていただいたり、あるいは反面教師にしていただいたりして、ご視聴いただいている方が楽しんでいただけたらなと思っております。それではやっていきます。それではまず塗装の前にですね、バルサ剤をセルロースでコーティングしていきたいと思います。これはですね、防水のために必要になってきます。ちなみにですね、ディッピングと言いまして、中にドブ漬けしていく形になりますんで、小分けにするためにインスタントコーヒーの空き瓶をですね、利用していきます。まず最初にですね、ドブ漬けしていくんですけども、しっかりですね、バルサ剤の中にですね、浸透させなきゃいけませんので、セルロースに薄め液を、1対4の割合で配合しております。薄め液が1、主剤が4ですね。そしてこの針金はですね、ステンレスの余った針金をですね、利用して、フックだとか、落ちないように、作っております。はい、ご覧のようにですね、小さい気泡がですね、プクプクと出ているのがわかると思いますが、しっかりですね、浸透させていきたいと思います。今回はですね、塗装ブースといいますか、排気ダクトの前でですね、十分換気に気をつけながら作業をしていくことにしています。はい、こんな感じでですね、24時間ドブ付けさせていきたいと思います。このままだとね、揮発していってしまいますんで、蓋をですね、ちょんと乗せておきたいと思います。はい、それではしっかりですね、24時間、ドブ付けして、しっかりセルロースを浸透させましたら、今度は乾燥させていきます。セルロースから引き上げる際はですね、ゆっくりと持ち上げると、滴りが少なく済むというふうに聞いたことがあります。そしてですね、先ほども少し触れましたけども、余った針金等でですね、こうやって吊るせるような何か作っておくと便利です。そして48時間ですね、しっかりと乾燥させましたら、2回目のディッピングに、入っていきます。ちなみにですね、ディッピングという行為は何回も何回もこの先していく形になりますので、何層も何層も塗り重ねていきます。そして1回ごとにですね、方向、上と下をですね、入れ替えながらディッピングをしていくことになります。そして2回目以降のですね、ディッピングの乾燥時間は24時間で大丈夫です。そして3回目のディッピングです。4回目のディッピングです。方向を変えてつけていきます。5回目のディッピングになります。この辺りからですね、
セルロースの、透明な膜がですね、綺麗な感じで出来上がってきていると思います。そして6回目のディッピングになります。これが塗装前の最後のディッピングになります。はい、次にですね、アルミテープで鱗を作成していきます。ホームセンターなんかでね、売っているこういった長いネジを使うと非常に扱いやすいです。細かい鱗を作りたいときはネジのピッチが狭いものを、大きめの鱗を作りたいときはネジのピッチの粗いものを購入するようにしましょう。はい、鱗模様ができましたら、そのアルミテープにですね、バルサ材をかたどった時の型を使って型写しをしていきます。そしてハサミやカッターなどでカットしていきます。次に顔の部分をカットしていきます。エラの位置をイメージして輪郭を描いていくといいと思います。輪郭が描けたらハサミなどでカット。同じ形になるように反対側に型写ししていきます。型写しできたら同じようにハサミやカッターなどでカットしていきます。今カットした顔の形を今度は模様のついていないアルミテープに型写ししていきます。型写しできたらハサミなどでカットしていきます。こんな感じのイメージですね。そうしましたら次は鱗と顔をバルサ材に貼り付けていきます。
かりと押し付けてなじませていきます。反対側も同様に貼り付けていきます。鱗と顔を貼ると一気にルアーらしくなってきますね。それではアルミテープをですね、貼った後のディッピングをしていきます。これはアルミテープとバルサ剤との段差を消すため、それから塗装を乗りやすくするための目的でやっていきます。24時間乾燥した後にもう一度ディッピングをしていきます。この時頭とですね、尻尾の方向を入れ替えてディッピングをして乾燥させていきます。そして同様に24時間乾燥後3回目のディッピングをしていきます。そして同様に繰り返して24時間経過後4回目のディッピングです。そして5回目のディッピングを行っていきます。この辺りまで来るとだいぶ段差がなくなってきたのが分かると思います。はい、それではいよいよですね、塗装の工程に入っていきます。準備したのはですね、エアブラシ、それからアクリル塗料、これは各色ですね、お好みの色を揃えていただければいいかと思います。アクリル塗料の溶剤、薄め液ですね、それからマスキングテープ、あとは塗装をした後にですね、乾かしておけるようにつまんだりだとかぶら下げたりできるような、そんなようなね、ものを準備していただければいいかと思います。ここからはですね、お好みのアクリルカラーをですね使って塗装をしていきます。エアブラシで塗装していきますので、薄め液で1対1ぐらいに主液を薄めておきます。しっかりミックスしてからエアブラシへ入れます。
からがですね、一番の楽しみというか、もう自分の自由にですね、好きなように塗っていくという形になります。ただですね、やっぱり経験がですね少なくてですね、色を重ねていった時にちょっとにじませてしまったりだとか、マスキングしない方がいい時とかした方がいい時とかね、いろいろあると思うんですけども、やっぱり回数をですねこなしていかないと、うまくなってこないだとか、知識の蓄積だとかですね、回数をこなすと身についてくるのかなというふうに思いました。まあ、最初はね、いろいろ失敗して、まあ楽しかったんでね、まあよしとしましょう。ちなみにですね、今回の色の構成はですね、紫だとか緑、黄色、それから腹側はオレンジ、背中側はグリーンと、そういった感じでカラーリングしていきました。そしてですね、塗装してから約1日から2日しっかり乾燥させましたら、今度は目玉ですね、つけていきます。ちょうどですね、目玉のシールですね、売ってましたんで、良さげなものをちょっと買ってきました。
はい、いよいよ箕面っぽくなってまいりました。そしてですね、最後のコーティングへと入っていくんですけども、あのセルロースにそのままですね、ドブ付けしてしまうとですね、セルロースはあの下のコーティングだとか、カラーだとか塗料ですね、そういったものを溶かしてしまいますので、色流れというものが起きてしまうんですね。なので、まず、エアブラシ等でですね、セルロースを薄めたもの、今回は1対1まで薄めたものをですね、エアブラシに投入しまして、エアブラシでセルロースを吹きつけていくという形にしております。ごくごく薄く、膜をですね作っていって、ドブ付けしても塗装したカラーが溶けてこないような、そういった状態にしていきます。ちなみに一通り吹きつけて20分乾燥させて、もう一回吹きつけて20分乾燥させてっていうのを10回ほど繰り返しております。そしてエアブラシでですね、吹き付け塗装をしまして、色止めのコーティングができましたらディッピングをしていきます。約1日ですね、24時間しっかり乾燥させてからのディッピングとなります。そしてですね、今回あの色止めですね、10回吹き付け塗装をしたんですけども、色止めがですねしっかりできていなかったということで、やっぱり色流れ少ししちゃいましたね。少し滲んだような感じになったりだとか、結果的にそんなにひどい状態にはなっていないので、まあ良かったかなという感じですけども、今後の課題ですね、もっとしっかり、色止めっていう処理をした方がいいのかなというふうに思いました。はい、そして以前のコーティングと同様にですね、24時間しっかり乾燥させてから2回目のディッピングを行っていきました。そして3回目のディッピングを行っていきました。もうこの辺りまで来ますとですね、あの色流れっていうのはもう起きない感じになってきますんで、これ以上悪化はしないというふうに思って安心しておりました。そしてですね、7回目のディッピングでの出来事です。わかりますかね、すごく白くなってしまって、今までツヤツヤにですね仕上がっていたのが、こうやって白く濁ったようなすりガラスのような状態になってしまいました。これはですね、白かぶりという状態でですね、湿度が高い時にですねセルロースのコーティングをしますと気化熱で、結露してしまうということで、ああいった状態になってしまうようです。なのでですね、慌ててちょっとエアコンかけて、湿度を下げた後に再ディッピングですね、しております。幸いですね、先ほどの、白く濁った状態から、ツヤが出た状態にですね、なんとか取り戻すことができましたので、ほっと胸をなで下ろしているところでございます。
しかしですね、しっかり見てみますとですね、ちょうど今右側の手前に、乾燥させているものですね、もともと白かぶりをした状態で乾燥してしまったような感じがね、ちょっと背中のあたりに見受けられますんで、まあ、ちょっとここまで来てしまうとね、コーティングが進んでしまうとちょっと取り戻すことはできないんですけども、白かぶりを起こしたすぐであれば、すぐディッピングすればね、その状態をまた溶かして、元通りツヤツヤの状態にねすることができますんで、諦めずに、湿度には皆さん注意した方がいいかなと思いました。そして塗装が終わって乾燥が完了したものがこちらになります。なんとかですねツヤも出て、そこそこ見れるハンドメイドルアーになったんじゃないかなと思います。まあね、色が滲んでいるところがあったりだとかですね、わざとグラデーションつけてうまくいったところもあれば、滲んでぼやっとしてしまったところもありますし、手塗りしたようなところもね、境界がちょっとぼけてしまったようなところもありますんで、まあ、今後の課題というところになると思います。そして最後の仕上げですね、リップを作成していきます。リップはですね、ポリカーボネート製の、板をですねちょっと買ってきまして、それを、マジックで毛がいてニッパーで切り出していくと、そういった作業になります。いきなりですねニッパーで切り出していこうかなと思ったんですけども、ちょっときつかったので、カッターでねあらかた、カットしておいてからニッパーを使って切り出していこうかと思います。ちなみにですね、今回の材料の厚さがだいたい 1.5 ミリぐらいの、ポリカーボネード板を使っております。そしてヤスリで仕上げていきます。そしてですね、いよいよ本体にリップを取り付けていきます。これはですね、本体をカッターでですね切り込みを入れて、そこにリップを差し込んでいくと、そういった感じに、作業していきます。リップの位置だとかリップの角度によって泳ぎがですねだいぶ変わってくると思いますので、いろんなパターンをですね、作っていこうかなと思います。いろんなパターンを作っていこうというか、必然的に位置バラバラになってしまいますんで、いろんなパターンが、出来上がってしまうという形になると思いますけども、はい、しっかりですねいいアクションをしてくれるようなものが生まれてくれればいいかなと思いつつ作成していきます。そして瞬間接着剤を染み込ませていきます。これはですね防水の意味も兼ねますので、割と多めにですね、染み込ませていけばいいかなと思います。そしてリップを取り付けていきます。
そして隙間埋めるように瞬間接着剤を流し込んでいきます。そしてですね、スプリットリング3つとフック2つ本体を含んで 3.6g という仕上がりになりました。そしてようやく完成しました。はい、いかがでしたでしょうか。今回初めてハンドメイドルアーに挑戦してみました。塗装工程での色流れや白かぶりといったものをですね、乗り越えてと言いますか、乗り越えれてねえぞという声が聞こえてきそうですけども、まあ初めてにしてはですね、上出来だったんじゃないかなと自分自身は満足しています。なんとかですね、完成させることができました。近々ですね、実践投入して入魂していきたいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハンドメイドルアーに挑戦したくなってきただとか、今度の調校が楽しみになってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。他にもブログやツイッターをやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。